はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。僕はね、ちょっと今旅行中なので、まあ、旅行中なんで正直言うとやっぱり旅行がメインなので、筋トレすることがメインではないので、なのでね、やっぱり観光に行きたいし、いろいろ出かけるところもありますので、なので、筋トレね、やっぱり僕みたいな人間でもやっぱりさっと終わらせたい時はあるわけですよ。なので、まあ僕は今ここに来て、このジムでトレーニングしてますけれども、やっぱりね、ちょっといつものようにフルでやる、もう1時間みっちりを週5回もやるみたいな、そこまでやっぱりちょっと時間かけれないというのもありまして、なので結構手っ取り早くやってですね、でその手っ取り早くやる方法をお伝えできたらいいなと思ってるんですね。まあ中にはね、皆さんも今日は忙しいからパッと終わらせたいというところがあると思うんで、まあそういったね、まあ僕はどういうふうに短くやってるかというね、そのエッセンスをまあ掴み取っていただければ、まあ自分が忙しい時とか、まあ利用していただければいいのかなと思いますし、そもそもね、毎日さっと終わらせたいんだよっていう人がいるかもしれないです。まあその時にはね、こういう方法を使ってみてもらいたいと思います。まず最初はですね、このインクラインベンチを使っていきますね。まあインクラインある人ない人いると思うんですけど、まあそれちょっと後で、フラットだけのもやりたいと思うんですけど、まずこのインクラインベンチを使っての、まあ、手短にやる方法をね、短くやるって言ってもただただ簡単に楽に終わらすというわけではなく、短いながらもしっかり効かせるというところがやっぱり僕はやりたいところでありますので、なのでそういう感じでね、短いけどギュッと効かせていくっていう感じでやっていきたいと思います。でまずインクラインになりますね。インクラインは、先日ちょっと説明した通りに、まあ、45でちょっと低いぐらいしていきますけど、まあ、あまり細かいフォームは今日はあまり言いません。どういうふうにやっていくかという大まかなところですね。でまずはよいしょ、インクラインダンベルプレスを、まあ、通常のようにしっかりときっちり効かせていくという感じで、これを重さ的にはまず10回ギリギリ丁寧にで10回ギリになるような重さで、あもう10回丁寧は終わりだってことはさっと置いて、すぐにこれを水平フラットにしたら、このほんの5秒7秒ぐらいの間にもう一度ここからフラットに入って続けていくという感じで、さらに丁寧にやっていくという感じなんですね。まずこれは、大事なのがですね、重さの設定ですね。インクラインのダンベルプレスをやっていくときに10回ギリギリ10回が丁寧、かなり丁寧な感じのフォームでできるということ、崩れてまでも10回ではなくて丁寧な感じで10回できるところまで行って、あこれ以上は丁寧じゃなくなるなと思ったらすぐにフラットに変えて、多分5秒から10秒な、長くても10秒でできると思うんですよ。でそのぐらいの休憩ですぐに同じ重さで入っていくということですね。フラットよりそもそもインクラインの方が重いのはできないんですね。なのでインクラインで10回ギリギリのをやって、その後フラットに入っていっても多分ね8から10回ぐらいできるんですよ。これがもし逆の場合、フラットで10回ギリギリなのをその後インクラインしてやると、もう多分 2,3 回しかできないと思うんですよ。なので最初にインクラインで10回丁寧に正確なフォームで10回、それが終わったらすぐにフラットってなれば10回プラス8回、あるいは10回プラス10回という感じでできると思いますね。でそういう感じでそのスーパーセットで組み合わせていくっていうことをやっていくと、まあ、その1セットでギュッとかなりきつくなってきます。でこれを、まあ、今多分それで組み合わせてやっても多分1セット1分ちょっとぐらいで終わると思うんですよ。でそれが1セット終わったら1分休憩します。でもう1回それをやる、で1分休憩もう1回やる、そうすると3セットで間に1分1分休憩だから、だいたいこの1箇所胸だけで5分ぐらいで終わると思うんですね。まあそういった感じで1箇所を5分で終わらせて次に移っていくっていう風にやっていくと、まあ正直今のパターンで3セットだと結構3セット目きついと思うんですよ。なのでそれでもね、忙しい時、今回みたいな旅行みたいな時とか、まあ、皆さんがすごく時間ない時にはそういう感じでギュッときつく追い込んであげる。でそれ以外の時にはもっとしっかりやればいいので、短くやる時には短くやる、だけれどもギュッと効かせるという方法を取ってみてもらいたいです。もう一つの胸の方法いきますね。もう一つはフラットでやっていくんですけど、フラットのままですね。フラットのままで、ダンベルフライをいきます。ダンベルフライをやっていきます。フライは三頭筋をあまり使わないように胸でとにかく引き伸ばしていくというか、胸で引き伸ばして、これが丁寧な形で10回ギリギリか、まあ、フライの場合12回ぐらいです。とにかく引き伸ばすという感覚で丁寧にやるのが10回から12回ある重さにしたら、それできつくなったらもうこれは崩れるなと思ったらすぐに真横にしてプレスに入っていくという感じの組み合わせですね。これね、まあそんな感じと思うかもしれないですけど、やるとねかなりきついですよ。むしろここはね痛いぐらいピリピリきます。逆にうまくできていればピリピリ痛いですから、そのぐらいでやってほしいですね。でとにかくフライの場合は
この引き伸ばしね、丁寧に引き伸ばす、そして大胸筋だけで引っ張ってくるようなイメージでやっていく。三頭筋ね、あまり落ちすぎないで、とにかく大胸筋でやってるという感じでやっていきます。まああまりそれ以上今日はちょっと細かい方も言わないですけれども、でそれでとにかく引き伸ばして収縮、大胸筋だけのことをやって、そこからプレスに移って三頭筋で押していくんです。これも今フライでやった時と同じぐらいの感覚でぐっと丁寧に使ってきてですね、それを一気に変えて三頭筋がかなりメインになってしまうようなプレスにしないということ、これ大切で、それをしっかりねフライで大胸筋引き伸ばして大胸筋引っ張っていく、でそれと同じような感覚でプレスをうまくやってる時には肩も上がらずやっていくと、もう正直この切り替えた瞬間からビリッとこうちょっと切れそうなぐらい痛いです。でそういうやり方をやっていくと、それも3セット5分でも相当きつくなるので短い時間で終わります。そしてですね、今度背中行ってみましょう。背中はね、マシンをラットブルダンとか使わないでダンベルでやっていきたいと思いますね。まずはダンベルのベントオーバーローですが、肩甲骨の僧帽筋、両脇筋じゃなくて広背筋に活かせるローイングですね。でダンベルをハの字、こういうふうにハの字にします。ハの字にしたような形でのベントオーバーローをやって、この狭くなりすぎない、ちょっといつも広げたような形、ちょっとこれを広げたような形でやり続けるというようなベントオーバーローを、降りても脱力しないで広背筋に張りが残したまでちょっと広めの感じで、ちょっと斜め後ろにダンベルを引いていく、上じゃなくて斜め後ろに引きながら胸を開いて広背筋を使っていく。これでもう今僕は広背筋大筋かなりきついですね。これを10回程度やったら、この後デッドローって、デッドリフトなんだけどちょっと締める、デッドリフトなんだけどちょっと締める、デッドリフトを締めると、この締めるというのを入れていくという、このデッドローというのをやっていきますね。前半でこのハの字にしてちょっと広げていくことで、まあバーベルであればバーベルの方が楽なんですけども、まあ、バーベルがないことも多いと思いますね。ダンベルでちょっと広めでローイングやっていくと、この広背筋、大円筋、この辺りがかなり疲れてきます。絶対狭くしないということね。でそれをやって10回ぐらいやってきつくなったところで、さっきのデッドローと言ってデッドリフトのこのポジション、腰丸くならね、で上がってきた時にとか、上がりながらこの締めを締めていくということをやっていくと、前半では外側を使っていた、で後半のデッドローではこの脊柱起立筋からこの僧帽筋、両脇筋の真ん中あたりを使っていくという感じで、総合的に背中全体を使っていくことができるという、まあ、組み合わせね。これもやっぱりその流れでやるから全体的に効くんであって、逆だとまたベントオーバーローは全然できなくなるので、この順番が大切ですね。これも3セット5分で終わります。そして次は肩やっていきますね。肩は正直やっぱり複雑な作りをしています。前も真ん中も後ろもあります。だけどもこれをもう1セットにギュッと濃縮してやっていきたいんですね。まあ1セットって言ってもね、一気にできるわけじゃないんですけど、これももう組み合わせしたい、組み合わせをうまくね、一つのダンベルでやっていきたい。で最初は椅子に浅く座って、かなり前かみ猫背でいいです。猫背のまま、絶対胸をこれは持ち上げない、猫背のままでの、ダンベル真横の向きでのリアデルトのサイドレーズ、こういう感じであんまり下にも閉じないで、肘の角度一定のまま、あまりこれを肘の曲げ伸ばしが入らないで、肘はあまり曲げ伸ばしていけないで、肩関節中心にリアデルト、三角筋の後部だけをやっていくという感じ、あまり下で閉じすぎない。でこれ胸を張ってこういうふうになっちゃうと僧帽筋になっちゃうから、これは猫背のままで肩甲骨を開いたままで僧帽筋を入れないでやっていくという感じで、リアデルトレーズをやっていく。これをやったらすぐに10回やったらすぐにサイドレーズ、座ったままのサイドレーズ、これを丁寧にやっていきます。これを10回ぐらいギリギリ、大体10回丁寧にやって、それで10回ぐらい終わってギリギリになったら、そのままショルダープレスに入っていくという感じで、大体これも10回ぐらいでいいですよ、ぐらい、それをギリギリまでやっていくということです。まずこれをやっぱり重さ設定がかなり大事になってきますね。重さの設定は基本的にはこの座ってサイドレーズが10回正しく丁寧なフォームで10回できる重さにしてほしいです。でなければこのリアデルトレーズっていうのは、肩の三角筋後部ってかなりちっちゃいですから、あまり重いのはできないですね。なので丁寧にこれでできるぐらいの重さは、このリアデルトレーズの場合かなりきついんですけど、ここはかなり全力でグッとして丁寧に、グッとして丁寧になりますが、これをまあ10回ぐらい限界までやったら、サイドレーズを丁寧にやっていって、この10回ぐらい限界までいったら、三角筋チューブはかなり疲れてますから、ショルダープレスもかなりギュッと、うわ痛っていう感じになっています。今これはね、別々だ、これ3つが別々ではないですよ。リアデルトをやっていても三角筋チューブの後部は使ってるんですね。なので実際サイドレーズやった時にはこのチューブの後ろ側に結構きつくて痛いんですよ。で
ショルダープレスにこの後入った時にはこのチューブを当然使ってますから、ショルダープレスの前だけじゃなくてチューブがかなり疲れた感じになってくるんで、その切り替えた時ギュッときつくなってくるんですね。でこれ回数に関してはかなり崩れやすい種目なので10回ぐらいと言いました。一応は最初にね10回正しくできる重さって言いましたけれども、正しくできなくなったらもうそこで切り替えてください。で2セット目3セット目は多分回数が減ると思います。なのでそれが7回でもいいです。もう6、7回ずつできればそれだけでもね20回近くになりますから、まあ、そのぐらいの回数トータルできればいいので、まあ、そういう感じで無理をしすぎないところでギリギリで丁寧なフォームだけでやっていくということが肝心ですね。でこれも大体5分で終わります。はい、続いては二頭筋に行きたいと思います。あ、二頭筋ね。でこれはですね、このインクラインのベンチを使っていきます。でインクラインの角度っていうのはさっき の胸の時よりも結構上げていて、今度60度近くにしていきますね。ちょっと高めにしていきます。そして寝転んだままで腕肘は真下にしたままでアームカールをやっていきます。この時にこれをまずね開かないということ、できるだけ狭めに肩幅のまま上がってくるということは一つ、それとも肘をもうこれ上げないです。あえて上げないように腕が真下垂直に垂れ下がったままの位置で肘が一切上がらないようなインクラインダンベルカールをやっていく。肘を一切上げない、これもストリクトな正確なフォームでやっていく。これも10回ギリギリできるような重さにしてくださいね。丁寧なフォームで、だからあんまり重すぎる必要ないです。でこれは10回ギリギリだと思ったらすぐに立ち上がってのお尻をちょっと後ろに引いてのアームカールですけど、多分これきついのでそう簡単にできないです。なのでこれはふっと一気にいって丁寧にいく、力強くいって丁寧にいく、こっちは多少反動があるように見えますがふっと、だけど気をつけるのがこうならないということ。一周反動つけるところふっとお腹骨盤を中にこう押し込むようにして、ふっとこのポジションね、絶対こうじゃなく骨盤後ろの肘構えというような感じで、また10回ぐらい限界までやっていくということです。でこっちでとにかくやっぱりね今までの流れと一緒、前半で正確なフォームでそこだけをやっていく、で後半で切り替えていくときにちょっと反動ついてちょっと正直この辺の力も少し入っちゃうんですよ。だけどもそれでさらに後半をやって追い込んでいくというパターンね。これも3セット5分です。最後三頭筋をやっていきますね。三頭筋はちょっと今日はね珍しい種目をやっていきたいと思います。ナローベンチプレスをダンベルでやっていくという感じですね。まあダンベルの形によるかもしれないですけど、まあ大丈夫だと思うんですけど、大体こう平らだと思うんで、これをですねちゃんと映りますかね、そっちからナローベンチプレスにこう合わせます。合わせてもくっつけちゃって、それでこのままでベンチプレスをしていくようなナローベンチプレスという感じで、ダンベルねずれないようにしてくださいね。これちょっとそうですね、ゴムだからちょっとずれないですけど、メタルだとずれやすかったらちょっとあれですけど、合わせたままでずれないように押し付けながらも、少し押し付けながらもこのベンチプレスと同じように肘開いていいですよ。肘開いていいので、ナローベンチプレスをこのダンベルでやっていく、バランスをしっかりとっていてください。でこれが10回ぐらい終わったらすぐに、このままリバースプッシュアップを、胸持ち上げた腰丸まらない反った形で、デッチの形でリバースプッシュアップを10回やっていくという形。これに関しては種目選びが大切で、ナローダンベルプレスというのが難しいので、まあ、こういう普通に寝転んでのライングフレンチプレスでもいいんですけども、ただねライングフレンチプレスの場合にはちょっと重なっちゃうんですよ、このリバースプッシュアップと。この長頭の方ばっかりダブルになっちゃうんで、できればナローの方でこれやっていって、この辺りこの辺りを使ってからリバースプッシュアップでこの辺りを使っていく、違う場所をちょっと使った方がいいので、どっちかというとこれができればこの方がいいかなと思います。まあそんな感じで短い時間でやっていくための組み合わせというのを紹介しました。ただ単に2つくっつければいいんではなくて、やっぱり1つの重さでできるかどうかということはやっぱり考え方として重要ということ、それから違う場所をできるだけ使っていくと、まあそういうことが大切ですね。それをスムーズにやれるかどうかで、間をすぐ切り替えられるかどうか、まあそこも大切ですので、まあ今みたいな組み合わせでやっていけば1箇所5分でね、3セット5分ででもグッと効きながら全体をやっていくことができると思いますね。かなり短い時間でいけると思います。短いけれどもかなりね効いてくると思います。ただまあ足とかに関してはまあこれは普通にね、もうブルガリアンスクワットをこういうので普通にやるだけで十分きついかと思いますので、まあ本当ブルガリアンスクワット3回でももうそれは足は十分かなと思いますね。まあ下半身はそういうふうにして、まああとはねお腹に関しては正直言うと、今3セットをやって間1分休憩あると言いました。この間で腹筋をやっていけばよりね、その時間もっと短くなってきますので、そういう組み合わせもさらに可能ということです。はい、そんな感じでね、1箇所5分でとにかくそれでも短く効かせていく、まあそんなことをね時間のない時にはやってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。